モノマネマスターコージー富田が披露するのは、日曜朝の顔サンデーモーニングの関口宏で、さまざまなニュースを紹介していきます。おはようございます、サンデーモーニングのお時間でございますね、今週もいろんなモノマネが届いているようでございます、早速見てみましょう、まずこちらでございますね。宇宙漫談をする前澤友作さん、ちょっと見てみましょう。すごい。皆さんこんにちは、剛力彩芽の元彼前澤です。いやごめんなさい今日は前澤みんなと一緒に宇宙を体験しようと思います。みんな前澤と一緒に Go to the moon 早速空気が薄くなってきましたね前澤先日家の近くに美味しい焼肉屋さんができました。あまりにも美味しいので前澤月に2回は行きたいなと思いました。そう、月に2回は Go to the moon 前澤さんってあんな人だっけね。僕は好きだな、続いてでございます。アメトークで自分が好きな話題の時と違う時に差が出てしまう蛍原徹、ちょっと見てみましょう。今回のアメトークはですね、ドラえもん芸人ということで、はい、集まっていただきました。よろしくお願いいたします。ジャイアンの名前って何？知ってる知ってる、え、ゴーダタケシ。そうなんや、はいはい、川島、うん、はい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 、それで、はい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 、それって何？めっちゃ見てる。続いてでございます。ドラマ DCU より目的を達成するためには手段を選ばなすぎる阿部寛さん、おお、ちょっと見てみましょう。金魚すくいなんか久しぶりだ。よし、行くぞ。逆だ。よし、よし、そ、そ、とー！取れた。俺たちは目的を果たすためなら手段を選ばない。水の中で俺たち自身に不可能はないんだ。すげえ。阿部寛さんっていうのは金魚すくいにもあんなに全力なんだね。さて、続いてでございますが、アンタッチャブル柴田英嗣と俳優平泉成さんの漫才、ちょっと見てみましょう。今日は山崎の代わりに平泉成さんと漫才するんだけど大丈夫なのかしらね。うわ平泉成がフジテレビに来たー。いや、クルーだろうがよ。ジャケオネのクルーなのよ。本当大丈夫？ね、うるさい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 、ね、聞いてるんだよ先生。こんなだよ、話す際にどうすんだよ。まあこんな二人で頑張って漫才の方やっていきたいと思います。やれるわけねえだろ、意外にしろ。あらさ、平泉さんっていうのは面白い方なんですね漫才ですから、続いてはお隣中国からの話題ですね、こちら VTR ですか。あ、じゃあ VTR どうぞお昼下がりの穏やかな商店街、その一角でなんと女性が建物の隙間に挟まれてしまったのです。女性は壁の奥に猫がいて近づいていってしまったと話しており、現場は一時騒然となりましたが、この後救助隊が駆けつけ無事に救出されました。分かりそうなもんだけどね